皆さんこんにちは、美容室アームの鎌田です。今日は忘れられないお客様の笑顔について話をさせていただきます。はるか以前、成人式の夕焼けで他店では髪が短すぎてアップができませんと断られて、当店にご来店されたお客様で悲しい暗いお顔でご来店されましたが、うちで何とか考えて結い上げて成人式に出席されたお客様の笑顔がとてもキラキラして自信に満ちて美しかったのを思い出しました。以上が忘れられないお客様の笑顔についてです。ありがとうございました。